よし、じゃあすみません、ありがとうございました。はい、今日はありがとうございました。はい、お疲れでした。お疲れ様でした。ガードが分からなくなってるからパリで済ませてる。どうなんだろうな、そのガードが分からないってどういうことやろな。あの、溜めてたらガードになるからさ。そうなのか。溜めてたらガードできるけど、このゲーム。いや、中段やってくる人いないんじゃない、このレベルは。中段じゃなくて多分ジャンプ攻撃食らってんのかなって感じだけどな。次もし俺が動画作るならジャンプ攻撃だね。じゃあ行きます。インパクトやろ。あー、後ろ受け身取れてねえな。後ろ受け身取れてねえな。うん、後ろ受け身癖づけてほしいんだよな、なんか。とにかくなんかのボタン2つ押すっていう。あの、毎回後ろ気に取った方がいいんですよね。これな、インパクトボタンで後ろ気に取れたら全然違うんやけど。一回使っちゃおう、こっちも。一回使っちゃおう。いいよ、勝ちに行くんなら使っちゃおうぜ。これ100巻連打で勝てる。上りジャンプ台パンが漏れちゃって続きは中だな。さて、ちょっとむずいな。実は弱続きと強続き覚えた方がいいんだけど、コマンドがむずいんだよね。あのペコーラは後ろため前ができない可能性があるから。だから、あの、後ろボタンと必殺技ボタンだけで出る中続きが、まあ、一番出てるんだけど、宙続きのみって、まあまあ弱いんだよな。あの、対空性能も弱より弱いし、突進性能も強より弱いから。インパクトから、まあ使うでしょう。もっと100巻連発、いや、100巻連発ができない。だから、あの、下ため上が結構むずいんすよ。お、よっしゃ、受け身取った。素晴らしい。いやな、とりあえずこの成長を。100巻インパクト、そうやな。100巻インパクトを投げられるよな。これね、かなりむずい。100巻ガードした後に通常投げコスってるやつに勝てる技がないな、今んとこ。勝てる技は、まあ、コパンになんねやけど、コパンを押すのって死ぬほどむずいからな。今って多分ペコーラ、その必殺技ボタンと大ボタン以外押してないはずやから、ここでね、コパンに指を添えるはもう相当テクがいる。まず、あの、コパンはないんかなって思ったな、これ。コパン死ぬほど強いけど、あくまでコパン100巻ができて意味あるからな。いや、でもコパハリテ、コパハリテとかで勝たれんかな。トレモのレコードの使い方を教えてあげるのは逆に聞きたいんですけど、レコードで何を知りたいの、ペコーラは。空中で攻撃は1回しか出せない。ペコーラは空中で攻撃いっぱい出せると思ってやってんのかな。ガード後 OD 昇竜、あの、 OD 昇竜はないっすね。 OD 昇竜をレコーディングでするとかも絶対無理やから、対空言うなら、まあ、立ちガードかなって感じやな。シシロン見て思ったけど、立ちガードって俺らが思ってるよりむずいっぽいな。皆さん、ちょっと僕思うんですよね。僕らって呼吸をするように簡単にできてることあるじゃないですか。例えばジャンプ攻撃を立ちガードだったり、まあ、密着で投げこすったり、昇竜拳ガードしたら反撃するやん。あれ多分、格ゲー始めたての人ってめっちゃむずいんやろな。俺らってもう、にできちゃうやん、立ちガード。だから結構教えんのむずいねんな。まあ、やっぱ
地上の相手にジャンプ攻撃当てる練習かな。それやったらレコード機能もいらんから、だから練習の仕方か。100巻からアシスト台を重ねる、置き攻めに宙続きを重ねる、インパクトを押す。なるほど。でガードか体、あーそうやね、やっぱ立ちガードかこれ、うん、相手の飛びはもう無理やな。まあでもこんなもんじゃない。うん、あの一昨日やって今これやからだいぶ成長してると思うけど、めちゃめちゃ強なってるやん。別に俺今日の冒頭でも言ったけど、基本的に対戦相手は毎日練習してる相手やと思うから、あの週1週2で2、3時間練習してるペコーラはもうマジで強い方やで。めちゃくちゃペコーラ強いから、俺はこの対戦相手のルークの人は毎日やってると思ってるから。向こうはやりたいことできてるんですよ。向こうはやっぱなんかプレイ時間多いように俺は見えるかな。ほらみんな見た？代々から駒投げやってきたね向こう。どうかな。ペコちゃん勝ってるからいいと思うけどね。素晴らしい。あのちょっと良くないのは、その格ゲーって減点方式やからできてないこと目立つような。できてることより、例えばあの長飛の半額1回見するだけでやっぱ言われるゲームやもんな。格ゲー勝てんじゃないんだよな。出た出た、左手がピースじゃなかったな。ちなみにあの前より一番強くなってる部分誰かわかる？これ、うん、この JP 戦なんで勝てたかわかる？もう答え1個やで。アシスト台こすってる。アシスト台をこするってことはフルコンが入るってことや。アシスト台をこすらないってことはダメージソースが頭突きと100巻しかないってことよ、うんうん、どっちが強いかはもう明白やね。だ強なってるよ。うん、いいね。いやこの JP 最高やな。うん、この JP あれやね、ペコーラが JP 使ったらこれなるな。あの大キック大パンチ駒投げ一本できてるやろ。この JP はもうこれが当たるってもう分かりきってるから、これ一本できてるな、うん、まあでも分かるよみんなの言いたいこと、うん、アシスト台ガードするやつ現れたらどうすんねんねな。この戦い方の弱点はすごいよ、うん、起き上がりにガードするやつに積むから、もうしゃあない。じゃあね、あのガードするやつのもうことなんて考えてられん今は。お転がった、後ろに転がった、えらい。えらい、100巻からインパクトの隙にアシスト台です。素晴らしい。前までバックジャンプやったな。オッケー、左手ピースしてる、えらい。うん、飛び道具の対処はな、実際むずいからきついよな。飛び道具、きつくない？いやー、いや、これ OD 頭突きちょっと言いたくないのがあるな。あの、マジレツしていいですか？ OD 技使うってことは多分バーンとするんやんか。多分 OD 頭突き覚えたら、連発するやろ。3回連続で打つと思うねんな、OD 頭突き。しかもあれガードされたら格安やからさ。こいつらに
やいや嬉しい嬉しい、信じられないぐらいアシスト台当たる。いや世界変わったな。マジかバーッとしてやったかこれで、うん、アシスト台マジ世界変わるなあれ。いや終わった。あでもいやなんかいいこと知れたな、うん、起き上がりって絶対ガードしてないんやなみんな。投げタイプだ。あ後ろ転がった、やったやったやった、みんな見た、剣の投げに後ろ転がった。嬉しい、剣も驚いとった。今剣通常投げではめようと動いとったのに後ろ転がったから驚いてた剣。やったよかった、今剣の永久コンボ食らうとかやったな。通常投げ通常投げ通常投げっていう永久コンボを避けたな。やったね、今買ってるからペコちゃん新しいこといっぱいできるね、うん、買ってるとめちゃめちゃ余裕ってできるから人間めっちゃペコちゃん勝つな。はい、ペコちゃんねめっちゃ強なってるポイント、うん、まあアシスト台以外で言うならしゃがみガードができる、うん、だしゃがみから頭突きと100巻出せてるは強いね。あの後ろ歩きからの頭突きはねどうしても自分から端行くからねが一つ。あとはやっぱ通常投げこするようになっためっちゃいい、まあ、やっぱなんかどっしりしてるな。そのバックジャンプ減ったね、うん、これは結構でかいな。あの前までなんかすぐバックジャンプしてたんやけどなんかちゃんとしゃがんで待つようになったから。あとインパクトの後に上りジャンプ大 P 暴発しなくなったね。嬉しい嬉しいな、こんなに変わんねやなって今ちょっと感動してるわ、うん、めちゃめちゃ変わってると思うな2日前より。これ買ってる理由はあの武器の数で言ったら絶対相手の方が上なんですよ。ラッシュ中断できるわ、あのコパから必殺技できるわでね。じゃあなぜ買ってるか、こっちの武器の火力が高い。あ、いいあ、いいいやー、よかった。見た？アシスト台からの置き攻めアシスト台。あー、最高。これ CR カップの先方勝つやろ、これ。めっちゃ強いで。いや、でもいいよ。ほら、みんな見て。しゃがみガードできてんねやで。いや、本当にちょっとそれは、褒めようぜ。ゴミカスって言った。いいよ、うん、ペコーラは飛び道具連打するやつに悪意を持ってるな。ペコーラ JP と対戦したらもうなんか人生やばそうやけど。えらいえらい、あのねインパクト空振った時にアシスト台の癖ついてるな、素晴らしい。っていうかさ、アシスト台だけで相手死んでいくじゃんね。ペコーラ俺嬉しいよ。ペコーラ俺嬉しいよ。アシスト台だけで相手がどんどん死んでいくよ。やばい、これマジでやばい。うん。頭突きから歩いてアシストしてんのマジで偉い。大事なこと気づいた。あの、フレーム、いらん。あの フレームっていう概念もいらんな。100巻の後はプラス1だから4フレのホンダのコパンがみたいな話はもうダメだ、やめよ。プラスとかマイナスじゃねえんだよ、ここでこの技をしたらなんとなく当たるでいいんだよ。そこに大いちょうはどうでしょうか。そうだね、あのもっと慣れてきたら駒投げ狙ってもいいけど、今はペコーラ絶対に駒投げを狙わないんですよ。理由はわかりますか？アシスト台連打したら相手死ぬから。今
ってアシストダイをしたら相手が死ぬか、まああのこの張り手の後に通常投げまで絶対いけてるから、だから大いちょを狙う意味が全くないんですよね。ラララララララ。もう駆け上がり、いずれはシルバーの次がなんだかも覚えてないけど、あ、ゴールドかな。はい。すいません。ではまた切り抜いてもらいます。はい。ではやっていきましょう。まずはですね。これか。これでしたね。はい。まず一つ目。はい。二つあります。対策。一つ。一つは、ちょっと近めになるんですけど、百貫落としでね、ボヨーンと跳ねるので、こうやって、ダメージが取れます。一応読めたらこんな感じになるっていうのが、一つ。もう一つ、このゲームの基本的な全キャラの対策になるんですけども、結局これ前ジャンプ攻撃が当たれば波動拳は潰せるわけです。やり方としてはアシストボタンを押しっぱなししながらこうなんかあのね、金髪の彼のこう後頭部を殴る感じでこう、これが結構ね大きいんですよね。こうやってこう。次。実は、このゲーム、相手が地面にいない技は、まあ、全て相手が空中にいるということで、基本的に全部見てから頭突きで勝てます。要するに後出しじゃんけんですね。後出しで頭突きを打つってのがこれ、大事。頭突きは最強です。めちゃくちゃ強いです。相手が浮いている技は遅らせて頭突きで OK。これが二つ目ですかね。三つ目。今日残儀戦であった、とりあえずなんか見えたらインパクト打たれるっていうやつ、これ。これ。これ今日辛かったと思うんですよね。これって、実は、百貫とか頭突きを見てるんじゃなくて、ホンダが動いた瞬間に相手インパクトを押してるんですよね、大体。こういうのって。対処法実は簡単です。大パンチボタンを押してみてください。はい。これ、聖剣エクスカリバーっていう技名なんですけど、これを空振ると、ほとんどの人は、ペイントに引っかかって、インパクトが漏れます。余裕あるときはね、ちょっと端でちょっとエクスカリバーを。4つ目。頭突きって3つあるんですよ。この、飛距離が短い頭突きと、飛距離が長い頭突きがありまして、後ろため前大パンチで出るんですけど、これ何が強いって、めちゃくちゃ速い。超速い。いつもやってコーラさんが打ってるのはこれ、中頭突きって言って、まあ、中間の強さなんですけど、このね、強頭突きがね、端まで飛んで、速くて長くて、威力も高い。コマンドは後ろため必殺技ボタンじゃ出ないので、後ろため前パンチという。あの、百貫落としが下ため上に対してこっちは後ろため前なんで。難易度は同じぐらいです。弱攻撃で短いやつ。強攻撃で距離が長いものが出ます。じゃあ、最後、五つ目。これいわゆるバーンアウト、白い状態は、アシスト台から、張り手が出ません。この時に必殺技ボタンを押すと、張り手。後ろに入れてると、頭突きが出ます。方向キーは、下以外なら、何でも繋がる。はい。というわけで、すいません。5つ言ったんですけど、優先順位。まず、これ。これ。狙っていいっす、これ。これは狙っていい。これができるイコール飛び道具対策になってるんでね。これ。
で次がこれ、いつもペコーラさんがやってる続きは多分ここまでしか届かないんですけど、端の相手まで届いたら成功です。うん、よし、2つでいいな。はい、2つ。はい、もうぶっちゃけ、はい、今日5つ書いたけど2つ。これ、いや、こんなもんやな。さあな、楽しかったな。今日はだってめっちゃ買ってたし、ゴールドまでいけるっていう手応えあったもんな。100ゴールドいけるいける、絶対いけるよ。この勝率だったらいけるよ。勝率7割ぐらいあったもんな今日は。